日本画館てっぺい、こ子供と一緒に行ってます。日本語館てっぺいの時間ですね。皆さん、元気ですか今日は夜のカレー、夜遅くのカレーについて。はい、皆さん、こんにちは、じゃない、こんばんは、元気ですかえー、こんばんは、夜10時ですよ、夜10時。 まあ僕はあの夜10時といえばちょっとリラックスタイムウイスキータイムなんですけどお腹が減る時間でもあります。ねお腹が減る時間です。お腹が減る時間でもあります。この文法ちょっと面白いですね。何々でもあります。これはちょっと そういう時間でもありますそういう時間ですの意味ですねまあ時間があるとかそういう意味じゃないですね意味としては時間ですと同じお腹が減る時間ですお腹が減る時間でもありますまあそういうあの、ま、そういうこともあるそういう感じですねそういうこともあるはいそれと同じような、えー、意味です お腹が時間、えー、お腹が減る時間ということがあるということですね。というお腹が減る時間でもありま,す、うん、まあまあまあ文法の話は <laughs> やめましょうね、えー。文法の話をすると、あのー、お腹が減らなくなる <laughs> 文法の話をするとこうお腹が緊張しますよね。はい、やめましょうそんな話は。 もっとお腹をリラックスさせてです、ね、あのこのウイスキータイムになんかこう食べたくなるでしょうだから今僕カレー作ってるんですよカレーライスどう思いますかこのアイディア悪くないでしょうあの10分前10分前にあのカレーを作り始めましたなんかいつもはねこの時間にお腹が空いたらまあ普通は うどんとかねあとはご飯をちょっとだけ食べたりあの豆腐を食べたりそんなにたくさん食べないんですよ重いものも食べない、まあ、たまにラーメン食べますでもなんか今日急に「あカレーが食べたい」ってなったんですねカレーライスというわけでカレーのルーがありますゴールデンカレーじゃなくてバーモントカレーです、ね バーモントカレーのルーがあって玉ねぎ人参、肉がありましただからじゃがいもはなかったでもまあじゃがいもはね実はあのなくても大丈夫ですあった方が美味しいけどなくても大丈夫だからたくさん玉ねぎを入れましたで今ね茹でている茹でるじゃない煮るです <laughs> 茹でるはちょっと間違い煮るです、ね、茹でると煮るの違いはまあ シチューみたいなものカレーとかシチューみたいなものは煮るの方が正しいですね。えー、茹でるはゆで卵なんかこうパスタを茹でるとかね水の中にお湯お湯ですね水を温めてお湯にしてそこに何かを入れて例えばボロブロッコリーを茹でるとか、えー、ゆで卵をゆ,ゆでる今ゆ,ゆ卵を茹でるですねゆで卵。でも まあ、例えばカレーとかシチューとか、まあ、肉じゃがとかそういうものは煮るですねおでんとかねもうあのちょっとスープみたいになってるものは煮るです今あのカレーを煮てますカレーを煮,煮ながらポッドキャストを撮っている一石二鳥ですねカレーをこうコト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 と言いますねコトコト煮るにはちょっと時間がかかりますよね多分 最低でも30分ぐらいでその間やっぱり待ってるのがめんどくさいですから、ね、カレーをねことことに,に似ているあのカレーをこうじーっと見るとねカレーが緊張するでしょ、ね。ちょっと僕のことそんなに見ないでよ。ね、私のことそんなにいやんそんな目で見ないで。と言われてしまいそうな気がしたんで「ああ大丈夫大丈夫じゃあ僕はあのー、リビングでポッドキャストでも撮ってます」。 そうやってこっちに来たんですね。どうですか夜10時にカレーを作る。素晴らしいアイデア、ね。もちろんたくさん食べたらダメですよ。たくさん食べたら明日の朝気持ちが悪くなってしまうからあの。そんなにたくさん食べるつもりはありません。ほんとちょっとだけ。少しだけ食べるつもりです。そしてもちろん明日残りを食べる。いいアイデアでしょ 皆さんはそういう時がありますか夜なんか急になんかお腹が空いて何かこうまあ普通はねちょっとでしょ普通はなんかパンをちょっととかまあそ,そういう感じだと思うんですけどなんか結構大きい料理を作り始める時ありますかありますよね。でそれはねちょっとあのちょっとクレイジーな気がしますよね。なんか夜に例えば夜10時にラザーニャを作り始めるとかね。 夜10時になんかピザを焼き始めるとかね自分で、あのー、全て作ってちょっとなんかクレイジーな感じがしてちょっとワクワクしないですかなんかちょっと子供の時もそういう思い出がありますよねなんか例えば夜遅くに、あのー、ラーメン食べるみたいな子供にとってはなんかちょっと特別な気がしますよね 僕の子供ななんすすごいい喜びますねそういう時はなんか夜遅くにちょっとこうアイスクリーム食べるとかね「えパピーいいの?」みたいな「いやいいよ今日は特別だから」そうするとなんか本当になんかこう「うわーすごいクレイジーなことをしている」っていう感じで喜ぶそして多分ねそれは一生の思い出になるんですよね 僕がその覚えてますからねあの夜お腹が空いてある時ねあ,のあれ夏だったんですけどおばあちゃんんの家にに泊まりに行ってたんです、えー、僕にはもちろん2人のおばあちゃんがいて、まあ、あの両方ともまだ生きてるんですけど元気なんですけどあのお父さんの方のおばあちゃんですねお父さんの方のおばあちゃんの家に行っていとことかとみんなで寝てたんですよね。あのもう夜多分10時ぐらい で夏のま8月ですよね暑いでもなんか楽しいんですよいとことかとあの他の男の子や女の子たちとあの僕は結構いとこは多いから多分全部で8人ぐらいいたんですよねでいとこたちとみんなとね同じ部屋で布団敷いて寝るんですよそしたらねなんか誰かがまあ僕より年上のいとこだと思うんですけどなんかお腹が空いて眠れないって言い出したんですよねお腹が空いて。 そしたらおじさんが、あのおじさんの一人が、ラーメン食べに行こうかって言ったんですよね。ラーメンを。で、お父さんとかも、僕のお父さんとかお母さんも、あ、私も食べたいとか、俺も食べたいとか言い出して、で、子供たちも、僕も行きたいとか言って、で、おじさんたちは、いいよ。じゃあみんなで行こうって言ったんですね。そして、子供8人と、 多分大人も子供8人だから大人は大人も大人人も何人いたのかな大人はえーっとね大人も8人ぐらいですよねほとんどの家がお父さんとお母さんと子供2人だったんでそうそうそう多分大人8人子供8人とかですよねはいそれでだから4つの家族とかですよねそれであのー みんなで車2台ぐらいに乗って大きい車の人もいたんで車23台かな乗ってあの一番近くのラーメン屋に食べに行ったんですよおいしかったですね今でも覚えてるなんかおいしかったんですよでもね多分それってやっぱりなんか楽しかったからなんですね特別な感じ多分今そのラーメン屋に行ってももう,もうないかもしれないですけど多分そんなに美味しくないと思うんですよ でもやっぱりその夜10時とかに車に乗ってラーメンを食べに行くっていうのが本当にクレイジーな感じがしたんですよねその時で今そんな気そんな感じ夜10時にねカレーを作り始めるいいでしょ実はねこのなんかその人生というのはこういう小さいことが結構いい思い出になってるんですよね だからやっぱりあの僕は前回話したようにルーティーン男ですね。ルーティーンが大事大事大事。なぜそれを言っているかというと、実はねこうやってたまにですよ。ルーティーンをちょっと壊すとすっごい楽しくなるんですよね。うん、でルーティーンがない人にとってはそういうのがあの感じられなくなるんです。ルーティーンがないと例えば毎日夜遅くに どだからじゃあ何がルーティンを壊すことですかってなってしまう。ね。だからあの実はこう毎日毎日ですよ夜は同じ時間に食べて寝てみたいな、まあ、夜はいつもその重いものは食べない、ね、軽いものを食べたり、まあ、そういう規則正しい生活をしている人がちょっとねそれを壊すそれは本当に何か特別なチートデイ。 みたいな感じであの楽しいですよね。というわけで僕は今今からカレーを食べるんですよ。夜10時もう10時半ぐらい夜カレーを食べる素晴らしい。まあ少しだけね少しだけ。 そうですね、明日の朝気持ち悪くなりますからね少しだけカレーを食べて寝たいと思いますというわけでスペシャルな一日を過ごしてください皆さんそれではまた「チャオチャオ明日のレまたねまたねまたね